かつてこの世の全てを手に入れた男、ゴールド・ロジャー。彼の死に際に放った一言は、やるから仲間になってくれ。話聞いてんのかてめえ。俺にはやりてえことがあるんだ。誰が好んで海賊なんて下道になるか。別にいいじゃんか。お前もともと悪い賞金稼ぎって言われてんだから。世間でどう言われてるかは知らんが、俺は俺の信念に後悔するようなことは。知るか。俺はお前を仲間にするって決めた。お前大事な刀取られたんだろ。そして俺から刀を返してほしけりゃ仲間になれ。何？タッチ悪いぞてめえ。よし行ってくれ。早く刀を探さねえと。怪しいのはあっちだな。泥のアゾロの仲間らしき者が基地に侵入した模様です。
反逆者は皆殺しだ。さっさと始末してこい。直ちにロロノア殿を処刑しろ。なんだと。約束が違うぞ。いさ、処刑が早まったみたいです。急いでください。好都合だけど。おかんこの守備を強化しとけ。あそこには貴重な海図があるからな。やばい、海軍がこっちに来た。Thank you.
はゾロ、モーガン大佐への反逆により処刑する。くそ。ロロノアゾロ、貴様の強さなど俺の権力の前にはカス同然だ。構えろ。俺はこんなところで死ぬわけにはいかねえんだ。あいつの分まで強くなり、天国まで名前が届くように、世界一強い大剣豪になると約束したんだ。だからこんなところでくたばるわけには。三刀流なんでね。ここで俺と一緒に海軍と戦えば政府に立てつく悪党だ。このまま死ぬのとどっちがいい？てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるくらいならやってやろうじゃねえか、海賊に。海賊にはなってやるよ。だがいいか、俺には野望があり、世界一の大剣豪になることだ。そうなりゃ名前の情報にもつけられねえ。世界一の大剣豪、海賊王の仲間ならそれくらいなってもらわねえと俺が困る。いねえぞ、見つけてぶっ飛ばしてやる。今度は北の小僧、噂に聞く悪魔の2シリーズの何かを食ったに違いねえ。ピストルがダメなら切り殺せ。とっととそいつらを始末しろ。ゾロノアゾロ、あんな奴らと戦えるわけがない。
弱音を吐いた奴は俺が仕切る。俺の命令は絶対だ。逆らったやつは残らず処刑してやるぞ。の夢をぶち壊しやがって、お前は俺がぶっ飛ばす。黙れ。偉い人間がやることは全て正しいんだ。身分も低い称号もねえ奴らは俺に逆らう権利すらねえことを覚えておく。切り殺せ。ゴムゴムの無事ナイス。だろ、お安い御用だキャプテン。
ルフィたちがモーガンを倒したことによりシェルズタウンはモーガンの支配から解放された。結果的に町を救ったルフィたちであったが、海賊であるがため海軍に町から追い出されることになる。実質町を救ってもらったことには一度感謝していく。しかし君ら海賊を前にして黙っていく。即刻この町を立ち去ってもらおう。せめてもの義理を通し本部への連絡は。じゃ行くかゾロ。ルフィさん、君も仲間じゃないのか。え、僕。待ちたまえ君たち。俺こい、ルフィさん、まさか。とんでもなく悪いアルビだって海賊。やめてください。やったなこの野郎。やめたまえ君ら。わざとか。また頼ってしまう。僕を海軍に入れてください。中佐、私は反対ですよ。私はまだ君を信用しきれない。僕は、海賊にやられた同志は数知れない。海軍を甘く見るな。大した猿芝居だったな。あとはコビーが何とかするさ。ルーフィー、ありがとうございました。また会おうな、コビー。